はい、2学期最初の詩の授業、3年生ですね。三つ村の教科書に出てきます。私と小鳥と鈴と金子みすずですね。これの授業案を考えてみました。まあ、もし参考になるところは参考にしてみてください。まず教師が判読しますね。その後子どもたちにも数回音読させて試写をさせると思います。そしてその後読解に入っていきます。1時間ぐらいで終わるプランを考えてみました。まず読み取りですね。何連の詩ですか？これ確認しますね。これ3連詩です。第1連、最初の私を丸で囲みなさい。子どもたちにぐるっと鉛筆で囲ませます。私にできないことは何ですか？4文字を丸で囲みなさい。文字数指定だと考えやすくなりますのでね。これは飛べないですね。まあ、ちっともとかね、お空はちっともとかつけることも考えられるんですが、ここはシンプルに飛べないだけ、4文字という指定でやっていきます。これ線でつないでもね、いいと思いますね。小鳥を丸で囲みなさい。これも囲ませます。小鳥にできないことは何ですか？4文字を丸で囲みなさい。これは走れないですね。まあ、地べたを速くは走れないなんですが、これもやはりシンプルに走れないだけを丸で囲ませます。線でつないでもいいですね。小鳥にできることは何ですか？今までできないことを聞いてきましたが、ここからできることを聞いていきます。3文字を丸で囲みなさい。そうすると、これは飛べるってこう書いてあるわけですね。では、私にできることは何と書いてありますか？ここで子供はね、迷いますね。なぜならこれ書いてないんですよ。この詩は逆説的な表現をしているので、できることがね、はっきりこう書いてないんですよね。そこでこういうふうに言います。私にできることを私の上に書き込みなさい。教科書でいいと思います。書き込ませます。さっき丸したところの上ですね。そうすると、まあ、走れるというような音が出てきますね。走れる私は飛べない。飛べる小鳥は走れないというこの構造が非常によくわかると思います。第2連に行きます。最初の私を丸で囲みなさい。一緒ですね。私にできないことは何ですか？5文字を丸で囲みなさい。これは音は出ないですね。綺麗な音は出ないってありますけどね。まあ音は出ない。ここもシンプルにやっていきます。線で結んでもいいですね。鈴を丸で囲みなさい。まあもうこの辺になるとね、パターンなので、単調さをなくすためにね、子供に先生は月何て聞くと思いますかっていうふうにね、言うのもちょっと知的な授業になってくると思いますね。はい、丸で囲みますね。鈴にできないことは何ですか？7文字を丸で囲みなさい。歌は知らない。まあ、たくさんな歌は知らないんですけどね。歌は知らないとシンプルにします。ここも線で結んでもいいですね。鈴にできることは何ですか？2文字を丸で囲みなさい。ここからできることに変わっていきます。そうすると、鳴る鈴とありますからね。鳴る鈴というふうになりますね。では、私にできることは何と書いてありますか？これも書いてません。そこで、私にできることを私の上に書き込みなさい。そうすると、歌を知っているっていうようなことを書くと思います。歌を知っている私は音は出ない。鳴る鈴は歌は知らない。これもですね、私と鈴の関係がよくわかりますね。まあ、ここまでで読み取りが終了です。次に解釈に入っていきます。第3連、みんな違ってみんないいとはどういう意味ですか？まあ、これちょっと大きな聞き方なんですけども、まあ、この段階でですね、その前の2連文の意味がわかっていれば、まあ、なんとなくわかるんじゃないかと、まあ、3年生なりに考えてノートに書かせるといいと思います。まあ、みんな違うけど、それぞれにいいところがあるんだよというようなことがね、言えればいいなと思いますね。まあ、漢字二字で表してごらんっていう発問も考えたんですけど、3年生は難しいかもしれませんね。もうちょっと上の子たちだったらね、個性とかね、そこは漢字二字考えることができるかなとは思うんですけどね。はい、次ですね。みんなとは誰のことですか？まあ、これはね、3年生だったら普通ね、鈴、小鳥渡して、まあ、これを言いますよね。そこで少し揺さぶりをかけます。みんなとは、鈴と小鳥と私だけのことを言ってるのですか？まあ、こういう聞き方をするんですね。そうするとね、ちょっと子供の中には、いや、そうじゃなくて、これは鈴と小鳥と私だけじゃなくて、もっとね、みんなのこと言ってるんじゃないかと。この世の中の人たちのこと、全員のこと言ってるんじゃないかなんていう解釈が3年生なりにも出るかもしれませんね。まあ、この解釈を押し付ける必要はないんですけども、一応最後にね、こんな解釈、教師の解釈を私だったら伝えようかなと思います。私というのは、この世の中のすべての人間の代表を表していて、小鳥というのはこの世の中にいるすべての生き物の代表を表していて、
そして鈴というのはこの世の中にあるあらゆるものを代表している。つまり全ての人、生き物、ものがみんな違っていて、そしてみんな良さを持ってるよぐらいの解釈を説明して授業終わってもいいのかなというふうに思いました。最後にもう一度音読して授業を終わりにします。以上です。